どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。今回は会社バックデル3をやっていきたいと思います。1もやってないし2もやってないんですけど、まあ3からね、なんか出たみたいなのでやっていきたいと思います。スタート。ブラック ATD って書いてますね。とりあえず行き面かな。行き、ちなみに単発です。気になったものをタップしてみよう。はーい。そうですか。脱出ゲームみたいな感じかな。とりあえず、この人が女子で、触っただけですよ。あかんかんが、触らんようにせんだからね。鍵がかかってますね。ありましたね。では、これをスワイプして、やった。はい。よし、出たよ。やったね。じゃあ、2面ですね。OK ってなったのね。じゃあ、2面。ステージ2。パソコンがありますね。おいしょ。なんも動きませんね。またこれありますね。あれ?ここまで、見ちゃいけない。これ。怖い怖い。怖いよ、なんか。どこ、航空かい?いや、あれちゃうの。どこくんや。これか。あれ、なんか、上司の上に落ちて。どうしたらいいんだ。ちゃうもんの。これ?こう。取らんとあかんのか。やった。ありがとうございます。そうですか。ありがとう。じゃあ助けてあげますよ。どうぞ。はーい。ありがとうございます。で、これ出たらあかんと。あげよっか、仕事。はい、プリントですよ。プリント。ここ、なんだ。はい。やった、出れた。わーい。ステージ3。はい、ステージ5までやろうかな。ステージ3。これはどうなってるんだ?なにこれ。プリンターみたいなのがありますね。これは何でしょう。はい。窓は、晴れてますね。晴れてますっていうか、いい天気ですね。この人触ってもらうのいいんか。上司触ってもあかんでしょ。この中なんか見られへんかね。これを動かすとか。どうしたん?ギブな写真撮ってどうすんの?ここにあれしとくん。じゃあ、コピーしましょうか。顔がなんか微妙に違うのはなんやの。どうするんだよ。とりあえず、3階は話しとこうか。ポキ。もう、4枚はできないのね。なにこれ?取ったらあかんやつなんかい。じゃあ、コピーするのは正しいと思うんですよね。コピーをします。で、ロープがある。トーントーン。これ、引っ掛けんの?これで、行け、縄だ。こっち行くのか。どうすんや、ここから。これさ、あかんよね。
多分コピー機使うのは正しいので、コピーを取っていく、コピーを取っていって、で縄があるので、この縄をなんかするのかな。あかんもんね。どこにも出た。あかん、あかんねん、あかんねん、あかんねんやって、あかんねんやって。あれ、ステージ3が思ったより難しいんですけど、あれあれで、でん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 、縄を、もうで迷ってるでしょ。迷ってるけど、ここで縄、縄、なんもね、上の段、あれ、この縄をなんか使うんですかね。では、多分コピー機を、コピー機を使うのは正しいんですよね。何回目やろこれ。4回目ぐらいかな。アイテムに押すして、でポンポンパンとかやって、で上司はなんか困惑してるから、てかこのまだこの意味あんのかな。うおめななな、え、あ、そうや、あーロープを窓のとこやったらクリアできましたね。なんかめっちゃ灯るんですけど。ではステージ4にやっていきましょう。でもこの面でちょっとね、終わりにしようと思います。え、パンダ、パンダ笹、あ、じゃあどうぞ笹だよ。あ、よかったね。あ、タイヤもらえたよ。うわー、なんで上司がいるんですか、なんで上司がいるんですか。じゃあ、笹をあげて、笹をあげて、このタイヤを乗ったよ。あー、やばい、やったやったー。ということで、と思ったらなんか5面が光ってるん、やっぱり5面もやっちゃおう。ステージ5。ボスステージですか？ああ、上司や。ニワトリや。なんかニワトリのやつやん。卵やん。あれ？卵。あれ？卵。ああ、よしよし。なんやろう。これぐらいしかない。どうぞ、あれ？どうぞ。どうぞ。自分。ああ、怒られた。では、やっていきましょう。ステージ5。卵を、自分がニワトリになったらダメやから、この、うわあ、ちょ、もう、びっくりさせないでください。めっちゃ焦ったよ。めっちゃ焦りましたよ。上司さん、食べますか？自分やもんの。ねえ、この空白の時間は。なかなか、おでここ、もう、上司には、かぶせられないもんね。あ、ほんま、ニワトリやね。あ、いや、卵置いた状態、あかんのか。では、やっていきましょう。あかんか。怒られちゃうか。他に、アイテムが、これとこれしかないからな。やっぱり、被ってください、ジョイさん。ここの下げてもらう意味ないのか。
これ自分やっても何も、ああ、なに、そう。やったー。そんなあれない、おー、なんか、すごい、なんか、すっきりしました。ということで、今回は、会社バックレル3をやりました。チャンネル登録と Twitter のフォローをよろしくお願いします。ツイキャス配信、ライブ配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブもありますので、下の URL から見てもらったら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。